すごいね。では、始めていきまーす。はい。はい。じゃあ、ウッドラスク、2年目。今、バンドの中田です。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、2年目のテーマは、まあ、家で、企業のスペースでも運動不足を解消するトレーニングということで、まあ、運動不足、まあ、どうしても在宅ワークだったりとか、外に出たくなると、まあ、運動不足っていうのは、もう、まあ、いろんな人の課題になってると思うんですけど、なんだろうな、やっぱり運動をそもそもなんでやんなきゃいけないのかみたいな、っていうところを考えていくと、なんか一つ、これ、かなっていうのは一つなんか上がったりする田村。やっぱ人生100年だからね。体と付き合ってかなきゃいけないからやっぱり。100年時代だからね。そう、人生100年時代だから。100年生きるためには運動が必要だと。そう、体を作っていかないとやっぱ。なるほど、確かに。それは確かにいい考え方だね。まあ、そもそも人間って生きるための生存戦略として運動っていうのがもう体の中に仕組み化されてて、だからある意味今の言葉に合ってるかもしれない。さすが俺。そうそうそう、脳のプログラムが体を動かすことによって人間が、まあ、より健康になったりとか、逆に動かして不健康になるんであればやる必要ないし、逆に動かなくなるとどんどん不健康になっていくわけだから、少しでもこう動くトレーニングだって動くことっていうのが重要になってきます。なので、まあ、今回そこの部分で関して、まあ、体の軸を作る、まあ、この2年目は特にこの体幹っていうのをメインでやっていきますので、しっかり中普段手の届かないところに置いてあるものをしっかり掴めるようにやっていきましょう。まあ、ここから音声ミュートにしていただいて、始めていきましょう。OK。では、ストレッチからいきます。右足を前に出して、はい、前習いをします。このまま手を上げていって、右まで通過したらぐるっと後ろに行きます。はい。では、走りながら行きましょう。右。はい、戻して。はい、OK。今度その状態のまま、右手を後ろに戻す。息を吐きながら行こう。
で、次はまた右足を出しましょう。手を後ろについて、もう裏を回す。で、前に足をついて、右手を上げる。どうぞどうぞ、はい、戻して、で、上がる。
みんななんかすごい移動してるね。Fさんいいですね。あ、移動画面から消えないように。はい、OK。 ナイス。で、ちょっとこれを基準に一回ミュートを取っていただいて、ちょっと昨日よりもバージョンアップしました、若干。すげえ、すげえ揺れちったよ。なんで揺れるかっていうと、目を閉じれば、あの、普段視覚で頼ってる情報っていうのは大体7、8割で体をバランス取ってるんだけど、目閉じちゃうともう視覚がコントロールできなくなっちゃうから、目で確認できないくて、体のこの、目をつぶってても、自分がどれぐらい肘が伸び、曲がっててとかっていうのは大体わかるじゃん。こうやって筋肉とか関節のセンサーがついてて、ね、ああ、それでバランスを取るっていう今のやり方で、今みたいにこう筋肉を取るんじゃなくて、体の全体のバランスなので、あった時に目をつぶって、こう揺れちゃう、揺れないように、足の裏で、足の裏から全身の感覚を使って立ち上げるようなイメージ。そのためにはこの軸がちゃんと作ってないとそもそも立てないから、あ、そこを今日は作って最後また確認するって感じで。右足の方は苦手だから、だいたい、まあ、サッカー経験者だから軸足の方がやっぱりしっかり立てるんだよね。あ、で、逆足とのバランスが悪くなったり、まあ、さしちょっと逆だったけど。ちょっとまあ、最後どんな感じで変わるかちょっと見てみますね。まあ、今日も意識、この軸しっかり保って、ここで姿勢をキープして手足を動かす。なんで手とか足とかにこうグッと力入れすぎないように意識していきましょう。はい、じゃあミュートにしていただいて、はい、最初は この状態で足を上げる。で、お尻、股関節と膝のこの位置がちょっと後ろめで、これが離れれば離れるほど、まあ、開きたいときつくなるから、自分でちょっと調整して、足を広げば開くほど、さらにきつくなるから、まあ、肩幅ぐらいに足を広げて、手は肩の真下、この四つ這いを作りましょう。そう、このまま右足を後ろに伸ばしていく感じ。そう。で、上に上げるというよりも、回すように伸ばすようなイメージで、特に左側にずれない。最初の姿勢のまま、このまま上げる。ここでしっかり軸作っていきましょう。レディー。はい、伸ばす。はい、キープ。はい、呼吸止めないで、鼻で吸って、口から吐いて、ふぅ。はい、3、2、1、はい、OK。 で、今度反対、お尻を動かさないように気をつけて、横にずれないように、この姿勢のまま足を伸ばす。はい、キープ。右のお尻とお腹使いましょう。はい、キープして、お、腰反りすぎないように、ね、お腹をグッとちょっと上げましょう。はい、OK。 じゃあ次はこの状態のまま足を上げて、左手と右足を伸ばす。で、このままこの状態で伸ばす、伸ばす。この足使ったらついても OK だから、この状態でこれでやっても OK。 ちょっ
ちょっと余裕だったら足上げて、膝でバランスを取る。で、スタッチして、伸ばす。これはまず左手と右足。これバランスのトレーニングです。一緒にやっていきましょう。では、用意して、左手と右足伸ばす。そして、お腹のところで、タッチ。はい、伸ばす。1、はい、タッチ。2、タッチ。3、はい、4、5、いいですね。OK。ブロック。素晴らしい。7、8、9、ラスト。OK。いいね。だいぶ緩くなってるね。OK、OK。ここで、押さえてるこっちの手で頑張らない、踏ん張らないように気をつけて。この軸をしっかり作っていこう。今度逆に行こう。そしたら、右手と左足を伸ばす。このクロスで、タッチ、伸ばして、いきましょう。はい、気をつけて、いきます。はい、伸ばす。タッチ。はい、1、2、3、4、5、6、8、9、ラスト。はい、OK。ナイスです。いいね。バランスもしっかり保ちながら、ちゃんとできてたので、OK。で、次は、今日はちょっとお尻刺激入れていきましょう。横向きになって、肘をつきます。両足を曲げちゃいます。で、膝は前じゃなくて、後ろに持ってくる。股関節と膝は同じ位置で、こっちの後ろの骨盤をちょっと引く。こんな感じで。で、右足を、こっちの足を伸ばして、ダランと一回下ろしちゃいましょう。OK。で、このまま、足を上げる。そう。で、その状態で、前後に足を動かす。前と、後ろ。この時、上体をこう、反らさないように。このまま、はい、後ろ、前。さあ、後ろ。はい、5、1。上げたまま、はい、前、後ろ、2。はい、後ろ、3。はい、後ろ、4。はい、5。6。7。はい、8。9。ラスト。はい、オッケー。ここね、お尻。この辺来たかな？オッケー。オッケー。じゃあ、今度は、今の状態と一緒で、こっちに足を伸ばして、また30度ぐらい上げる。そしたら、かかとで円を描いて、1、2、3。で、前で足をかかるんじゃなくて、自分の体よりもちょっと後ろで円を描いていきましょう。5回やったら前回り5回やったら後ろ回り5回でいきます。よし、行きましょう。レディー。はい、回して。1、2、3、4、5。はい、反対回し。1、2、3、4、5。はい、OK。ナイス、お尻。そうしたら次はこの足を前に持っていってこの状態から上げる。1、2、そう、 OK。 なるべく足が90度ぐらいまでいけるところまでしっかり持っていってそこから上げる。
はい、行きますよ。レディー、横向きになって。はい、前から、1。はい、2。3。4。5。6。はい、7。8。9。はい、ラスト。はい、OK。ナイス。ラストは内転筋、内側にちょっと効いていきますと、風抜いてもらって、で、こっちの足は、ちょっとつけても OK、足下げても OK です。で、この内側を伸ばして、上げる。ダウン、上げる。そうそうそう、内側、ももの内側、内転筋をいきましょう。じゃあ寝たら上げていきましょう。レディー、ゴー。1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK。OK。お尻回りとこの股関節。大人気ですね。そしたら今度は反対側向きましょう。で、肘をついて、この状態で膝を前じゃなくて後ろに曲げる。この状態で作りましょう。で、左足を伸ばす。で、こいつをちょっと上げて、ぐる。ぐる。30度ぐらいで前後に振ります。特に後ろしっかり振って、はい、行きます。レディー。はい、上げる。はい、ゴー。1。上体を動かさないように、2。3。4。5。6。後ろ、7。8。9、ラスト、はい、OK。 ケツしっかり刺激入れましょう。で、今度この状態から回す、前回し5回、後ろ回し5回、つま先は上に行かないように、つま先は地面と平行の状態でいきましょう。はい、じゃあ30度上げて、レディー、ゴー。はい、1、2、3、4、はい、5、OK、反対、1、2、3、4、はい、OK、ナイス、地味ですけど、結構効きます。OK、今度は前、アップ、体が回す、前に倒れないように。体を回すのまま、足を持ってって、前に上げる。股関節の可動域も出てきます。では行きましょう。前に持ってって、はい、レディー、ゴー。早く、1、はい、2、3、反動力のように、4、いいね、5、6、はい、1、8、9、ラスト、はい、OK、ナイス、OK、では次に行きましょう。この状態で、ちょっと風に寝ちゃいます。最後の内転筋で締めましょう。足を持っても OK、このペタッとついても OK です。この状態で足を上げる。こっちの内側を使う。で、前で上げないように注意。ここで上げるんじゃなくて、後ろの方で上げましょう。はい、いきます。レディー。はい、ゴー。アップ。はい、ダウン。アップ。ダウン。アップ。ダウン。アップ。オッケー。アップ。はい。アップ。はい。アップ。はい。アップ。あと2回。はい、ラスト。はい、オッケー。OK、じゃあちょっと見てみましょう。
ちょっと水分補給して。大丈夫？ケツ周りとお尻が、お尻が痛いですね、お尻ね。お尻ビジネスよ。お尻トレーニングでやった筋肉は片足で立つ時の一番大事な筋肉だから、うーん、青木であのこの間一回やった、もう見てない。はいはい、でやってるのはお尻が下がってくる人が、骨盤が後ろにこう猫背みたいな人たちは大事なんだけど、骨盤が下がったりしちゃったりする人には今みたいなトレーニングをするとすごく楽になるので、ちょっとこうお尻の筋肉の振り上げが変わってくるから、それがあった時は今みたいなのをやってあげたりとかすると結構いいかな。お尻がなんか落ちてきたなっていう人は、昨日のやつみたいな感じで、ちょっと大きい刺激で、やっていきましょう。で、次は背中の周りと、今日はちょっと全てほぼ寝ながらいきましょう。寝ながらでもできるようなトレーニングで、最後は追い込んでいきます。追い込んで、刺激で、かぶりつきましょう。はい。はい、では、ミュートお願いします。はい。で次は、背中、うつ伏せになって、いわゆるこう背筋、こんな感じで、こうやって背筋を昔やった思い出はあると思うんですけど、今回は体を上げない、このまま顎を引いて、万歳、で、こっちに引く、肘を引く。バーサイして、肘を引く。この肘、肩が上がらないようにして、そのまま背中で引く。ぐっと肩甲骨を下にぐっと絞るような感じで、手を力入れないように、ぐっとまっすぐ下ろす。このイメージを一回やって、次は、親指上にして、この状態で、手をこのように上げる。そうすると肩甲骨が内側に寄る。で、こう肩が上がらないように取ってる。こうじゃなくて、このままこう寄せる。では、これをこの2つをやっていきますので、うつ伏せでやっていきましょう。OK。まずはこの状態から万歳して。親指は上ですよ。OK。レディー。はい、ちょっと上げて。はい、ぐっと引いて。1。はい、アップ。はい、2。はい、3。しっかり引いて。はい、4。アップ。5。はい、アップ。6。よいしょ。7。はい、8。はい、9。ありがとう。10。はい、OK。ナイス。背中は分かったかな、大体。この辺に来る場合は、ちょっと肩に力入ってくる、こうやって。だから、ちょっと背中をもうちょっとイメージしてやっていきましょう。今度は、手を広げて、ウェイビーウェイ。で、このまま、こういうふうに上げます。どうぞ。で、体を上げないように、さっきと同じ状態で、この状態のまま上げます。では、行きましょう。レディー、ゴー。1、2、地面に下ろさないように、3、4、5、5、5、6、7、8、9、10、はい、オッケー。ナイスです。OK。これで背中と今日はお尻でちょっとイメージを作ってみました。で、最後はこれを本当に自分の体がどれだけ動くかっていうのをちょっと確認してきます。
自分が一本の棒だと思ってください。手足伸ばして伸ばして横にコロンと、でこのまま手でやっていきましょう。手と足バンダイしてちょっと体を浮かせて、そう、そのままどっちでもいいよ、右でも左でもいいから、ゆっくりゴローンと、そう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 、で、戻る、そう、今度は反対、そうそうそう、はい、今度は反対戻って OK。 うん、今みたいな感じ、イメージ OK で、それをゆっくりやってみて、今みんなまだ早いから、ここを伸ばして、ゆっくり。ここに戻る。で、うつ伏せになってから戻るときに手とかをなるべく使わないように、体のここの体幹を使って戻ってくるように頑張ってみましょう。ではもう一度行こう。そう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 、万歳して、そう、顎引いて、そう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 、はい、ナイス、はい、頑張って、そうそうそう、カメラ顎引いて、オッケー、そう、はい、戻ってスペースが大丈夫、そう、オッケー、後半しか何でもよかったかな、お腹周り、オッケー、そしたらラストもう一回だけ行きましょう。左右反対転がっていって、ラスト締めます。両方ですね、右最初行ったら、戻って、で、反対も、そうそう、行きましょう。いいね、いいね。戻ってきて、そう、ゆっくり、戻らないように、はい、ゴーテー、ゴーテー、はい、オッケー、いい、ゴーテー、ゴーテー、そう、一度最高です、そう、そこから戻る、オッケー、オッケー、じゃあこれを元にもう一回立ってもらって、さっきのやつを確認してみましょう。ちょっと持って、まず持ってキープして、そのままそこで目をつぶって、レディーゴー。疲れてますね。はい、オッケー、ナイス。で、この反対行きましょう、レディー。はい、まず左足かか、あ、そうですね、はい、目つぶる、ゴー、足の裏から体を全体を意識して踏ん張りすぎないように、お、いいね、いいね、you
ケー、素晴らしい、いいね、なんか面白い現象になってたけど、みんな左足はめっちゃ良くなってたけど右足が微妙になってるっていうまあでもそこはしっかりできて、まあちょっとやったばっかり疲れもあったかもしれないけど、結構意識できてたかなと思いますんで、ナイスでした。じゃあ最後ちょっとストレッチしていきましょう。OK。じゃあ足伸ばして、で手をついてお尻を引きます。で、前に体を持っていって、足の後ろを膝の裏を伸ばす。はい、OK。今度は足を開いて開脚して、手をついて、お尻を開く、足を開いて、右手を左のつま先に。先を止めないようにしましょう。はい、OK。左手で、つま先に向かって。OK。では、右足を伸ばして、左足を乗せる。そして、右足の膝、かかとをお尻の方に向かって曲げて、このまま一回寝ます。で、左手をかけてる足の間に通して、右足のももを持つ。そのまま自分の方に寄せてきて、で、頭ついてみましょう。お尻が伸びてきます。OK。今度は反対側にしましょう。左足伸ばして、右足を組む。で、左のかかとをももに近づけて、で、手を間に、ここから通す感じですね。で、このまま寝ちゃって、左足の力抜いて、で、自分の方にぐるっと足を持ってきて、右のお尻が伸びてきます。OK。ちょっとお尻周りと腰伸ばしましょう。バンザイして、膝を曲げます。このまま膝をこの状態のまま横に倒す。腰が浮かないように。はい、戻して、反対男性、いい。はい、戻して、はい、反対左、三。はい、戻す、四。はい、戻す、五。はい、ラスト。イエーイ。オッケーです。じゃあ、音声、ミュート解除お願いします。オッケー。はい、どうぞ。ミスちゃん、ここの2限目は、まあ、体幹トレーニングっていうのをメインに。体幹トレーニングって、書籍すごいいっぱい出てて、コードをモノマネするみたいな感じになっちゃってるんですけど、自分の体の認識がついてないとあれは意味ないので、体を意識するだけで効果がかなり違くなってきてしまうから、そこはちょっと一緒にやりつつ体の軸を作っていけば他のトレーニングでも応用できるんで、これは土台が全然ないのにこうピラミッドが使わなくなっていかないので、その辺をまたちょっと明日やりたいなと思います。明日を合言葉にお願いします。はい、で、またこれ YouTube で上げさせてもらいますんで、
あのコメントだったりとか時間あったらぜひぜひよろしくお願いします。リクエスト待ってます。YouTube チャンネルの登録の方もしてると思いますが、またよろしくお願いします。いいです、ありがとうございました。今日どこか